はい、えー、皆さんこんにちは、えー、最後にジェイソン・ブラウンについてお話ししていきたいと思います、えーまあ、今回ジェイソン・ブラウン選手結構あのミスが多か,ったと多かったと思いますで4、えーまあ、回転サルコーもチャレンジしたりしたっていうところに関しては、まあ、これはまあチャレンジャーズシリーズの時にね まあ、ミハイル・コリラダが4回転ジャンプやったのに、えー、ジェイソン・ブラウンは4回転やって,なっやっていないで勝ったから、まあ、ロシアからですね、えー、批判を受けました、まあ、非常に記憶に新しいかと思います、まあ、そういったこともあってかどうか分かりませんが今回、えー、ジェイソン・ブラウンは4回転サルコをやりました、はい、やったんですけど、まあ、多分回転不足という判定になったかと思います えー、ミスが続きました、はいえー、トリプルルアクセルで転倒もし,ましたでえっとロシアチャレンジャーズシリーズの時はね <laughs> まああのコリアーも結構ミスがありましたからまあなんとなく仕方なかったかなっていうところはあるんですが今回のスケートカナダは、えー、4回転サルコンも失敗してますしあのスピンでも制裁を変えたりとかトリプルアクセルでも転倒したりとか えー、結構ミスが続いたんですよねだから、あのー、3位のロシアの選手よりはまあ結構ミスが多かったと僕も思っていて、えー、いるんです。はい、でまあジャッジが決めることなんで、まあ、あれかとは思うんですけど、まあ、僕もねこの採点とかこれからプロトコル表を見,る見ようと思ってプロトコル分析やってませんが。 あのまあ、最低に関して多分異論とかあるとかっていう風にですね、まあ、ロシアが怒るんじゃないかと思うんですよね。うんまあ、ロシアあの、まあ、この結果を見てなんでだってね思うかもしれませんね、うん、でもまあジェイソン・ブラウンとしては多分あのロシアに、ね、4回転もやっていないのになんか負けたとか勝ったとかって言,われ言っていることに対して怒りが、ね、ジェイソン・ブラウンにもあったんじゃないかなって僕は思いました。だから えー、そういったこともあって4回転サルコをやったんじゃないかと思うんですよ。うん。あとね、ジェイソン・ブラウンの素晴らしいとこを一つ挙げると、えー、プログラムの途中でですね、あのー、バレージャンプやるんですよ。で、えー、バレージャンプがあれループジャンプかなと僕は思いました。なんかね、ループジャンプに入るような、えー、姿勢だったんですよ。だから、ループやるのかなと思ったら、ループではなくて、えー バレージャンプそしてバレージャンプをやってから、えー、トリプルループやったんですよでこれねあのジャッジに対して、えー、すごい大きなアピールだと思いますこの表現の使い方すごいなと思いましたね、えー、ジャッジはあこれからトリプルループやるのかなって思って構えていたらあのバレージャンプなんですよね だからあれと思って今度ジェイソン・ブラウンのフリースケーティング見ていただきたいんですが途中でトリプルループやるんですがそのトリプルループやる前にバレージャンプ入ってるんですよ。のこのバレージャンプはジャッジに「あれトリプルループやるのかな?」って思わしておいてバレージャンプトリプルループはこっちですよって言わんばかりのジャンプ構成になってるんですよ。だからこの構成っていうのはあのジャンプで表現を伝えることができるというね えー、そういう戦士だと僕は思うのでこのジェイソン・ブラウンの表現力というのがちょっと一線を隠しているというふうに僕は思うので、えー、非常にアーティスティック的に、まあ、そのレベルが高いとそして、えー、ジェイソン・ブラウン独特のねもう普通の表現ではないというかもうなんていうんですかねもう、えー、ただ表現をしていくっていうだけじゃなくてもうそこの域を超えて えー、表現を模索して自分でそのアーティスティックアートを作り出すというか、ね、そういう作品を作り出すっていうのがものすごいと努力だと思いますね。で、うんはい、では以上です、はい